タンデムのロゴ入りマグカップタンデムコンピューターズは ATM ネットワーク、銀行、株式市場その他のトランザクション処理を主とする用途向けに無停止コンピュータを製造していた企業である。無停止コンピュータは稼働時間をなるべく長くしデータ損失をゼロにすることを要求される用途で活躍する。1974年創業で1997年まで 独立企業として存続していた。現在はヒューレットパッカードのサーバ部門に吸収されている。タンデムのノンストップシステムは独立した同一のプロセッサを複数使い、冗調な記憶装置群とコントローラ群を使い、ハードウェアの故障やソフトウェアの誤作動が起きた場合に自動的で高速なフェールオーバーを提供する。故障やデータが壊れることを考慮し、 全体に共有される部品がないような設計になっており、それは主記憶装置でも同様である。通常のマルチコンピュータシステムは共有メモリを使い、データを共有して動作している。しかしノンストップのプロセッサは、高信頼の配線を経由して、メッセージを相互に交換することで、協調動作し、ソフトウェアは定期的なスナップショットを取って、メモリ状態のロールバックに備えている。 故障にうまく対処できるだけでなく、この何も共有しない、メッセージングシステムは、スケーラビリティが非常によく、巨大な負荷にも対応できる。プロセッサ数が倍になれば、システムのスループットも倍になり、最大4000プロセッサを構成可能である。対照的に一般のマルチプロセッサシステムは、共有メモリやバスやスイッチの性能で全体の性能が制限される。四から八プロセッサが、 一般的な限界であり、それ以上プロセッサを増やしてもシステム全体としての性能向上は見込めない。ノンストップシステムはフォールトトレラント製よりもスケーラビリティが評価されて購入されることが多かった。より単純なミニコンピュータの技術で構築されていながら、IBM の大型メインフレームとも互角に競合できた。フォールトトレラント製とスケーラビリティに加え、ノンストップには 業界最先端の SQL 関係データベースが実装されており、ネットワークや地理的に分散したシステム群のための業界最先端のサポートが存在した。タンデムコンピューターズは1974年、テキサス州出身のジェームズ・トレービックが創業した。トレービックはまず、 ヒューレット・パッカードの HP3000 コンピュータの部門のためにマーケティングチームを立ち上げ、オンライントランザクション処理システムにおけるフォールトトレラント製の市場ニーズがあることを見つけた。しかし、HP はそのようなニッチのための開発には興味を持たなかった。次に彼はベンチャーキャピタルの一つクライナーパーキンスに加わり、そこでタンデムの事業計画を作成した。 トレイビックは HP3000 部門からマイク・グリーン、ジム・カッツマン、ジャック・ラストのといった中心的技術者チームを引き抜いた。彼らの事業計画は停止することなくデータを決して失ったり壊したり、しない極めて信頼性の高いシステムを構築することだった。あらゆる単一障害点を排除した新しいモジュール方式であり、 フォールトトレラントでない通常のシステムに比べてそれほど大きなコスト増加にはならない。通常使われない大気系で上調性を確保するフェールオーバー型のホットスタンバイシステムよりも安価であり、スループットも高くなる。それぞれの技術者はこのトリッキーな新設計の担当部分を迅速に進めていったが、他人の担当領域で進展があるとは思っていなかった。 ハードウェアもソフトウェアも元になっているのは HP3000 の設計であり、それを徐々に改良していく形で成り立っていた。HP からはさらに続々と技術者やプログラマがやってきた。カリフォルニア州クパチーノにあるタンデム本社は HP3000 部門のオフィスから400メートルほどしか離れていなかった。タンデムコンピューターズに最初に資金を提供したトム・パーキンスは かつて HP3000 部門のゼネラルマネージャーを務めていた。事業計画にはトレービックの価値観を反映した独特の企業文化についての考え方の詳細も含まれていた。最初の設計であるタンデム16のハードウェアは1975年に完成し、1976年5月1号機がシティバンクに出荷された。 タンデムは1983年まで右肩上がりで成長を続けた。インク氏はタンデムをアメリカで最も急成長している公開会社と評したことがある。35年以上にわたりタンデムの主力製品であるノンストップシリーズは最初の T16 フォールトトレラントシステムから互換性を保ちつつ発展し続けた。その間にモジュラーアーキテクチャや プログラミングレベルの命令セットアーキテクチャの面で3回の大きな変更がなされている。各シリーズの中で半導体集積回路技術の進歩に対応して何度か大きな再実装が行われている。メインフレームなどの当時の一般のシステムでは平均故障間隔は数日のオーダーだったがノンストップシステムはその100倍の故障間隔で設計され、 連続稼働時間は年単位となっている。それにもかかわらず、ノンストップは一般のシステムと価格の上で競合可能な価格設定がなされた。当時のフォールトトレラントシステムが 1CPU のメインフレームの4倍以上の価格設定だったのに、対して最小構成の 2CPU システムは 1CPU のメインフレームのほぼ2倍の価格であった。最初のシステムム、 16、または T16 は、後に、ノンストップ I へと解消。2から16個のプロセッサで構成され、全体として、フォールトトレラントなクラスターを構成したものが一つの、ラックに収まっている。各 CPU には共有されない、ローカルメモリと I、オープロセッサがあり、CPU 専用の I、オーバスに、I、オーコントローラー群が接続されていて、独自の二重化された。 CPU カンバスダイナブズで相互接続されている。ディスクコントローラやネットワークコントローラも二重化されており、CPU から2つのコントローラに接続すると同時に、コントローラからも2つの CPU に接続している。個々のディスクはミラーリングされており、2つの独立したディスクコントローラそれぞれに接続されている。あるディスクが故障しても中身は ミラーリングされたコピーによってアクセス可能である。CPU、コントローラ、バスなどが故障した場合、多重化されたもう一方の CPU、コントローラ、バスを通してディスクにアクセスし続けることができる。電源も多重化しており、一方が故障してもシステムはそのまま稼働し続ける。顧客のシステムの巨大な部品構成とそれらの複雑な相互接続は、 マッキーズと呼ばれる形で文書化された。これはタンデムの営業部門のデイビッド・マッキーが発明した技法である。多重化された各部品はいずれも待機系として無駄になることはなく、通常運用時のスループット工場に寄与するようになっている。障害からの復旧だけでなく、T16 は考えられるあらゆる完結障害を素早く検出するよう設計されており、これを フェールファーストと称した。すなわち、データが壊れたとき、それが、高級的にデータベースやディスク上のファイルに書き込まれる。前に検出して隔離する。t-16 では、誤り検出用に特別な回路が追加されており、若干コストを押し上げている。誤り検出のために使用部品を多重化するという方式は採用していない。タンデム t-16 メモリ基板 t 16の CPU は独自設計である HP3000 ミニコンピュータの影響を強く受けている。どちらもマイクロプログラム方式で16ビットのスタックマシンであり、セグメント方式の16ビット仮想アドレッシングを採用している。高水準言語でプログラミングすることを意図した設計でアセンブリ言語は基本的に使わない。どちらも当初は 低周積度の TTL チップで1チップあたり4ビット幅のルーを4つ連結して16ビットのルーを構成していた。スタックのトップ部分がレジスタとして実装されており、他にメモリ上のスタックにアクセスするためのアドレスレジスタなどを備えている。どちらもオペランドのアドレスオフセットにハフマン符号を使い、足したようなアドレスモードやオフセットを16ビットの 命令フォーマットに中密に収めるようになっている。命令フォーマットの短さをカバーするため、どちらも間接アドレス参照を多用する。どちらもルーを複数回反復使用して3 2ビットや6 4ビットのオペランドの計算をサポートしており、メモリ間の文字列操作もサポートしている。どちらもビッグエンディアンである。これらの特徴は同じくスタックマシンだった。 バロース B5500B6800 メインフレームを手本としていた。T16 の命令セットは HP3000 からは若干変更されている。T16 は当初からページ化仮想記憶をサポートしている。HP3000 シリーズは10年後に PA リスクを採用するまでページング方式を追加しなかった。 タンデムは2台目のマシンで32ビットアドレッシングを追加サポートしたが、HP3000 ではそれも PA リスクまでサポートしなかった。ページング方式と大きなアドレス空間は複雑で大規模なソフトウェアやアプリケーションにとって重要である。T16 ではスタックトップを表しているレジスタ群の扱いが HP3000 とは異なっていた。 HP3000 ではスタックが深くなった時のレジスタからメモリへの転送、あるいはスタックが浅くなった時のメモリからレジスタへの転送はマイクロコードが行っており、全米例で余計なマイクロコード処理が必要だった。T16 ではそれをコンパイラに任せている。HP3000 はコボルサポートのために PCD 演算を実装していた。T16 では PCD と64ビット整数との変換命令のみを用意し、PCD を直接扱わないようにして単純化している。T16 の各 CPU は TTL 論理回路と SRM を搭載した2枚の基板で構成されており、約 0.7MIPS で動作する。同時にアクセスできるのは4つの仮想記憶セグメントで、それぞれ最大 128KB となっている。 16ビットのアドレス空間は出荷時点には主なアプリケーションではすでに小さすぎた。T16 には当初タンデムアプリケーションランゲージという一つのプログラミング言語しかなかった。ハードウェアに依存した高効率のプログラミング言語でオペレーティングシステムやコンパイラだけでなくアプリケーションにも使われた。これは HP3000 の システムプログラミングランゲージが元になっている。意味論的には C 言語に似ているが、文法はバロースのアルゴルに基づいている。その後コボル74、フォートラン、ムンプスをサポートした。ノンストップシリーズではシステムのフェールオーバーモード実現の鍵であった独自オペレーティングシステムガーディアンを搭載していた。他社はフェールオーバーを実現する際に 他の CPU でプログラムを再始動させていたが、ガーディアンでは全ての処理はメッセージパッシングを使い、全ての操作でチェックポイントが設定された。結果として、ガーディアンではプログラム中の任意の位置から処理を再開することができる。これには、スタックベースのプロセッサがほとんど内部状態を持っていないために、プロセスを CPU から CPU に移動しやすいという点も、 影響している。すべての命令はスタックからデータを取り出し、演算結果をスタックに戻す。演算中に障害が発生したら、スタックを他の CPU にコピーして失敗した命令から処理を再開することができる。ノンストップシリーズのオペレーティングシステムは、ユニックスや HP3000 の MPE とは大きく異なる。当初 T、TOS と呼ばれていたが、間もなく、 ガーディアンと解消。ハードウェアの故障やソフトウェアの障害からあらゆるデータを守るという意味が込められている。当時の一般的な商用 OS とは異なり、ガーディアンはメッセージパッシングを基本としたプロセス間通信を採用しており、共有メモリは使わない。したがって、プロセスがどの CPU 上で動作していても同じ方式でやり取りできる。この方式は、 容易に大型のコンピュータクラスターにも拡張可能で壊れたデータの影響が広がらないよう隔離するのにも役立つ。ファイルシステムプロセスやすべてのトランザクション処理を行うアプリケーションプロセスはマスタースレーブ構成になっていて異なる CPU 上でマスタープロセスとスレーブプロセスが動作する。スレーブプロセスはマスタープロセスのメモリ状態を一定間隔で スナップショットしており、マスタープロセスで障害が発生した場合に作業を肩代わりして続行する。これにより、アプリケーションは CPU や周辺デバイスなどで障害が起きてもデータを失うことなく処理を続行可能である。これにより、完結的なソフトウェア障害からの復旧も可能となる。通常運用時、スレーブプロセスによる監視が若干のオーバーヘッドを伴うが、 他のシステムでの100%の副写を取る方式よりもオーバーヘッドは少ない。初期の主なアプリケーションはこのようなチェックポイント型のコードを直接書いていたが多くの場合タンデムが提供する抽象化ソフトウェア層を使い詳細を隠蔽した形で書かれていた。タンデムノンストップ2システム1981年 T16CPU はすべてノンストップ2に置き換えられた。 T16 からの主な違いは、拡張データセグメントをユーザーが切り替えられるようにして、特別な32ビットアドレッシングをサポートした点である。これにより、その後10年間のソフトウェアの成長に備えることができ、T16 や HP3000 に対して大きな優位に立つことになった。しかしレジスタは16ビットのままであり、アドレス空間を拡張したことで、 他の3 2ビットのミニコンピュータよりも通常のメモリ参照にかかる命令数が多くなってしまった。その後のノンストップはこの不十分な命令セットに悩まされることになる。また、ノンストップ2は内部データパスも拡幅しておらず、3 2ビットアドレスを扱うのに余分なマイクロコードの処理が必要だった。ノンストップ 2CPU は3枚の基板で構成され、 使用しているチップや設計は T16 とよく似ている。ノンストップ2はまた次期コアメモリからバッテリーでバックアップされた DRAM へと切り替えている。1983年に登場したノンストップ TXPCPU は TNS 命令セットアーキテクチャの全く新しい実装である。標準 TTL チップと PLA で構成されており、 CPU モジュールを4枚の基板で構成している。タンデムとしては初めてキャッシュメモリを採用した。32ビットアドレッシングをより直接的に実装しているが、内部機構は依然として16ビットのままである。マイクロコードの改良で命令あたりにかかるサイクル数を減らしており、性能は 2.0MIPS となった。これまでと同じクラック型筐体でコントローラー、 バックプレーン、バス等も同じである。ダイナブズとアイ、オーバス群は T16 にはオーバースペックだったため、この新世代モデルでもそのまま利用できた。TXP と同時期に新たに光ファイバーバスシステムフォックスが導入された。フォックスは複数の TXP やノンストップ2を相互接続し、最大14ノードを分散配置したシステムを構築することができ。 全体で最大 224CPU となる。これにより大型メインフレーム並みの用途にも対応可能となった。ガーディアンはこのネットワーク上でもフェールオーバーを行う機能を備えていた。また従来からある長距離ネットワークリンクを経由して最大 4000CPU の世界規模のクラスターを構成することもできる。1986年。 第3世代の CPU ノンストップ VLX がリリースされた。データパスを32ビット化し、クロック周波数を 12MHz として、性能を向上させている。イクルケートアレイを採用し、3枚の基板で CPU を構成している。ダイナブズも改良し、従来1 3 m b ット s だった性能を4 0 m b ット s にした。また、 総延長を 1km から 4km に伸ばした FOX2 もリリース。従来の FOX で VLX を従来機種と混在させることができたが FOX2 は従来機種をサポートしていない。タンデムが当初サポートしていたのは Inscribe という階層型データベースで関係データベースではなかった。これを関係データベースへと発展させたのが i n c a ピ p s である。 1986年、タンデムは最初のフォールトトレラント SQL データベースノンストップ SQL を導入した。ノンストップ SQL は全くの独自開発でガーディアンの機能を取り込んでノード間のデータ整合を取る機能を持っていた。ノンストップ SQL はシステムにノードを追加してもリニアに性能向上することで有名であった。当時の多くのデータベースの性能はに CPU 程度で飽和状態となることが多かったのである。1989年にリリースされたバージョンではトランザクションを複数ノードに分散展開する機能が追加された。当時概念としては確立していたが実用システムとしては珍しい機能であった。現在はこの機能は主だったデータベースシステムでは標準となっている。後に タンデムの SQL データベース部門はマイクロソフトに売却され、マイクロソフトがクラスタシステム技術を発展させるのに寄与した。1987年、VLX のミニコンピュータクラスの小型マシン、ノンストップ CLX もリリースされた。無停止コンピュータをローエンド市場にも広めることを目的とし、タンデムの大規模システムの遠隔サイトなどでの利用を意図していた。 CLX は初期の TXP とほぼ同等の性能だがより小型で低価格化している。CLX は最終的には性能を向上させて1991年には VLX の80%の性能を示した。VLX と CLX の違いは大きさと拡張性だけとなった。 CLX の CPU は枝で設計された6個の ASIC チップで構成されている。CPU の中核となるチップは二重化されていて、ロックステップ実行によって誤りを早期に検出するようになっている。このようなチップ構成はピン数が最大の課題だった。マイクロコード、キャッシュ、TLB などは CPU 中核チップに外付けされるため、 一つのバスをこれらで共有し、SRAM のメモリバンクもそのバスに接続する形となった。結果として CLX は一命令に最低でもにクロックサイクルかかるようになった。1989年、タンデムはメインフレームクラスの高性能だが高価なシステムノンストップサイクロンをリリース。CPU は自身でチェックを行う方式で、 イクルケートアレイを搭載した3枚の基板とメモリ基板で構成されている。マイクロプログラム方式だがスーパースケーラであり1サイクルで最大2個の命令を実行できる。2つの命令の組み合わせごとにマイクロコードのルーチンを用意することで実現している。非常に高速化したがシステムの基本設計は従来機種と変わっていない。そのため同時に実行するに命令で 通常の3 2ビットミニコンピュータの1、命令相当の仕事をする。サイクロンの筐体一つには 4CPU が搭載され、筐体間をダイナブズの光ファイバー版で相互接続する。タンデムが実施したベンチマークによれば、サイクロンは CLX800 の約4倍の性能であった。ちなみに、サイクロンが発表されたのは10月17日で、この日は、 ロマプリータ地震があり、サンフランシスコが被害を受けた。タンデム本社も大きく揺れたが、人的被害はなかった。1980年から1983年にかけてタンデムは HP3000 の影響から脱却すべく、ハードウェアとソフトウェアの全体を再設計することを試みた。構造名レインボーと名付けられたハードウェアは32ビットのレジスタファイルを採用し、 バックスより優れたものになることを目指している。主なプログラミング言語としては、アダのサブセット TPL を採用。その頃、アダのコンパイラは最適化されていないものが、過労じて存在するだけだった。また、既存のタルで書かれたコードを TPL に移行させるための手段も全くなかった。OS とデータベースとコボルは、全く新たに設計された。顧客から見れば、 全く無関係の新製品であり、ソフトウェア的にも互換性がない。ソフトウェア側の再設計は当初の計画よりも時間がかかった。ソフトウェアが完成した頃には、ノンストップ TXP がレインボーの性能を上回っていたため、レインボープロジェクトは破棄されることになった。その後タンデムは互換性と容易な内向経路の準備を重視するようになる。 レインボープロジェクトの一環で、クライアントサーバーモデルのアプリケーション開発フレームワーククリスタルが開発されており、これが後にコーポラティブシステムズインクからイリップスの名で製品化されている。タンデムは急成長するパーソナルコンピュータ市場に参入するため、1985年 MS DOS ベースのダイナマイトという PC をリリースした。しかし、設計が独特で、 IBM の PC とは互換性がなかったため単なる端末としてしか使い道がなく早々に市場から撤退することとなった。ノンストップシリーズの OS はスケーラビリティ、信頼性、スペアのリソースを効率的に利用する能力で優れていた。しかし小型でそれなりの信頼性のシステムを要望する顧客も多くそのような顧客は慣れたユニックス系 OS と 業界標準のプログラムを使いたがった。他社はそれに対してハードウェアのみで上調性を持たせる多重化システムを提供していた。中でもそのようなシステムで成功していたのがストラタステクノロジーであり、同社のシステムは IBM のシステム88としても販売されていた。そのようなシステムでは予備のプロセッサは通常運用時のスループット工場に寄与せず、 単にアクティブなプロセッサと全く同じ処理をロックステップ方式で実行している。両方のプロセッサの結果に差異が生じると障害が発生したことがわかる。したがってアクティブなプロセッサ1個に対して物理的に同一なプロセッサを2個用意して論理プロセッサを構成する必要があり、さらに自動フェールオーバーで復旧するには論理プロセッサを3つか4つの物理プロセッサで 構成する必要がある。このような方式はコストが3倍から4倍かかるが、CPU として量産されているマイクロプロセッサを使えるため、コスト的に見合うようになっていた。1989年、タンデムはこの市場向けにインテグリティシリーズを投入した。CPU には MIPS プロセッサを採用し、OS には UNIX 系のノンストップ UX を採用した。 1991年、同じデータスレッドを3個の MIPS R2000 で実行させて1つの論理プロセッサを構成する、インテグリティー S によりリリース。3つのプロセッサの多数決で、故障部品を検出する。クロック周波数が高すぎて正確に、ロックステップを同期させることができないため、多数決は割り込みの際に毎回行う方式だった。また、2個のプロセッサを1組として、 さらにスペアの一組を持たせる方式の機種もある。二つのプロセッサがロックステップ実行を行い、結果に相違が生じるとそのペアが故障したと判断して、スペアのペアに切り替える。1995年のインテグリティ S4000 はセルバーネットを採用し、周辺機器などもノンストップシリーズと共通化するようになっていった。インテグリティシリーズは、 NTT のクトロンプロジェクトに採用された。1995年から1997年にかけてタンデムはマイクロソフトと共同で Windows NT を使ったクラスターでの SQL の高架用化プロジェクトを行っている。このプロジェクトはウルフパックと呼ばれ、1997年に成果としてマイクロソフトクラスターサーバーが登場した。マイクロソフトは この共同開発で大いに恩恵を被ったが、タンデムには何の利益もなかった。これに対応したタンデム製サーバは2台分のパーツを1筐体に収納し、ハートビート用のネットワークをバスで直結し、障害検知が素早いのが謳い文句であった。しかし、内容は家庭用 PC 程度のパーツを収めていたにすぎず、蓋を開けるとミクロ。 ATX マザーボードが2枚入っており、家庭用 PC と大差ないのが、ありありとわかる。したがって、性能も信頼性も低く、特にメモリに起因する障害が頻発した。タンデムが1974年に創業した当時、コンピュータ企業は自前で CPU を設計して、構築し、独自の命令セットや、独自のコンパイラなどを使用するのが一般的だった。 半導体集積回路は、ムーアの法則に従って、年々発展し、CPU をワンチップに収められるようになり、結果として、さらに高速化、低価格化が進んだ。しかし、コンピュータ企業にとっては、自前で CPU を設計し製造しようとすると、莫大な費用がかかるようになっていった。1991年には、他社と競合できるだけの性能の CPU を設計。 生産できるのは、ごく一部の大企業だけとなった。タンデムはそれほどの大企業ではなく、ノンストップシリーズの CPU を、他社製マイクロプロセッサに切り替える必要に迫られていた。HP の HP3000 及びその OS である MPE の部門も同様な問題を抱えていたが、1986年に賢い手段を見出した。HP の研究所で、 リスク設計の CPU が設計され必須でない部分をすべてそぎ取ってワンチップに収めた命令パイプラインを効率よく動作するよう設計しておりリクルを使った当時のメインフレーム並みの性能を発揮した HP3000 が使っていたマイクロプログラム方式のスタックマシンの何倍も高速に動作したしかし問題は既存製品のベンダー顧客 サードパーティー製ソフトウェアをどうやって移行させるかである。一部ソフトウェアは移植性を考慮して書かれており、単に再コンパイルすればよい。他のソフトウェアは再コンパイルだけでは移行できない。HP の研究所はエミュレータやオブジェクトコードの自動変換で古いバイナリを新しいマシンで実行する方法を考案し、それを広く公開した。同様の技法は Apple が MC68000K から PowerPC へと移行する際や DEC が BAX から Alpha へ移行する際にも用いられた。HP3000 の移行計画での問題として、プロセッサの移行と同時に OS を新たな言語で書き直そうとしていた点がある。これについてはエミュレーションを使おうとはしなかった。しかし、この書き換えは予想していたよりも何年も長くかかった。そのため、 HP のリスクプロセッサは MPE がリリース可能となる前に古くなってしまった。タンデムはこの間違いから学んだ。ビジネス上の理由からタンデムは HP の PA リスク屋さんのスパークを採用できなかった。そこで MIPS と提携し R3000 とその最適化コンパイラを採用することにした。その後ノンストップシリーズは MIPS アーキテクチャを採用し続けることになった。1991年、ダンデムはサイクロン、R、またのなお CLX、R をリリース。これは CLX のコンポーネントを元にした低価格のミッドレンジシステムだが CPU に R3000 を採用している。市場に素早く投入するため、MIPS 本来のソフトウェアを全く付属せずに出荷された。 NSK というオペレーティングシステムと SQL データベースに含まれるソフトウェアは TNS のスタックマシンの機械後にコンパイルされている。それらのオブジェクトコードはカーネルのインストール時にアクセラレータと呼ばれるツールを使って一部最適化された MIPS の等価な命令列に変換される。比較的重要性の低いプログラムは事前に変換せず、 TNS の持つコードインタプリタが解釈して実行する。この移行技法は成功し、今も使われ続けている。どのソフトウェアもそのまま移行でき、ミッドレンジとしては、性能も良く、プログラマーは命令 Z の違いを無視でき、機械語レベルでのデバッグも問題なく実施できる。サイクロン、R はその後のリリースでネイティブな MIPS のコードで書き直された NSK を使うようになり、 さらに高速化した。R3000 もその後のマイクロプロセッサも内部のエラーチェックはほとんどしておらず、タンデムのニーズには不十分だった。そこでサイクロン R では R3000 を2個ロックステップで実行し、全く同じデータスレッドを動作させた。この際のロックステップは一般的なものとは異なり、チェッカープロセッサがプライマリープロセッサから1サイクル遅れた形で、 実行する。マイクロプロセッサをロックステップ実行するには、そのチップが完全に決定論的に動作するよう設計しておく必要がある。隠れた内部状態はチップをリセットすることで完全にクリアされなければならない。さもなくば、リセット後しばらく経ってから、二つのチップが目に見えない、原因で障害が発生したわけでもないのに同期から外れることになる。 チップ設計者も製造時のチップの検査にそのような原則が有効だということには同意するだろう。しかし、新しいマイクロプロセッサはそのあたりに常に問題があり、MIPS とタンデムは問題解決のために何ヶ月も共同作業する必要に迫られた。1993年、MIPS R4400 を使用したノンストップヒマラヤ系シリーズをリリース。 ネイティブモードの NSK サイクロンシステムのコンポーネントを使った完全な拡張性を備えている。バスは相変わらずダイナブズ、ダイナブズ、独自、I、O バスであり、性能的には限界を迎えていた。1994年、NSK にユニックス風のパズイックス、環境オープンシステムサービスが加えられた。元々のガーディアンのシェルとアビはそのまま利用可能である。 1997年、タンデムはノンストップヒマラヤ S シリーズをリリースした。S シリーズはノンストップファミリーの基本設計を変更したシステムであり、IO にも CPU 間接続にも新たにセルバーネットと呼ばれる相互接続バスを使用している。ダイナブズやフォックスが CPU をリング上に接続したのに対して、セルバーネットは完全な p に p ネットワークであり、 より高速に動作し、網上の上調性を持たせることができる。タンデムは、セルバーネットの利用を他社にも進め、後に、業界標準となるインフィノバンドの基盤となった。S シリーズでは、MIPS の R4400 や R1000、R12000、R14000 が使用された。MIPS アーキテクチャの後期のコアは、シリコングラフィックスの資金で設計された。しかし、 インテルの Pentium Pro がリスクに対して性能的に優位に立つようになり、同時に SGI の業績も悪化した。R100 以降、MIPS アーキテクチャのハイエンドのコア設計は予算が削減され、単にプロセスルールを縮小してクロックを上げるだけとなっていった。そのためタンデムはノンストップシリーズの CPU を再び別のアーキテクチャに変更することを迫られた。 ジェームズ・トレイ・ビックは1996年に業績悪化するまでタンデムの CEO を務めた。コンパックの X86 サーバ部門は早くからタンデムのセルバーネット、インフィノバンド技術を採用していた。1997年、コンパックはタンデムコンピューターズを買収し、ノンストップシリーズの顧客ベースを引き継ぐことで、ローエンド PC 一辺倒のコンパックの事業形態の 転換を図ろうとした。1998年、コンパクはさらにもっと大きな企業であるデジタルイクイップメントコーポレーションを買収。DECα を採用したリスクサーバーとバンベムズ、およびトゥルー64ユニックスの顧客ベースを引き継いだ。その頃タンデムはノンストップシリーズを MIPS R12000 からインテルの新たなマイクロプロセッサーアイテイニアムに移行させようとしていた。 しかし DG を買収したコンパックはノンストップをアルファに移行させ、ハイエンドサーバーの製品系列を整理しようとした。ところが、コンパックは2001年にアルファの新規開発をやめ、未知数のアイテイニアムの採用を決定。アルファ版のノンストップは出荷されることなく終わった。そのためノンストップの移行プロジェクトは再スタートを余儀なくされ、アイテイニアム2をターゲットにすることになった。 2001年、ヒューレット・パッカードも PA リスクから相手イテニアムへ移行することを選択した。コンパクト HP が合併を発表すると間もなく、類似する製品ラインの統合整理の計画が発表された。この議論を読んだ合併は2002年5月に正式に行われた。統合には痛みを伴い、DEG や HP の独自文化は破壊されたが、 ノンストップ部門とその顧客を維持することの重要性は分かっていた。言ってみればタンデムは HP に触発されて創業し、HP をライバルとして成長し、HP に吸収されることで故郷に帰ったようなものだが、その HP はかつての HP と同一ではなかった。NSK ベースのノンストップ製品を MIPS から ITENIAM へ移行させると、 HP インテグリティノンストップサーバーというブランドで販売することになった。この場合のインテグリティは HP のサーバーが以前から使っていた名称であり、タンデムのインテグリティシリーズとは無関係である。ITENIUM にはクロックレベルでロックステップ実行することはできない。そのためインテグリティノンストップではもっと長い時間間隔、割り込みの時点やソフトウェアの中間同期ポイントで チップの状態比較を行う。中間同期ポイントは分岐命令を数えて N 回目の分岐で自動的に同期ポイントに入るようになっており、ノンストップ用コンパイラが長いループの中に明示的に挿入している。マシンには二重化または三重化の冗長性を持たせることができ、二個または三個の物理プロセッサで一つの論理プロセッサを構成する。三重化版は最も高い信頼性を求めている。 顧客向けである。この新たなチェックポインティング方式を NSAA と呼ぶ。スタックマシンから MIPS への移行の時のように、顧客のソフトウェア資産はソースを書き換えることなく移行された。ネイティブモードのソースコードは再コンパイルにより相イテイニアム向けのオブジェクトに変換。さらに古いネイティブでないソフトウェアは、スタックマシン向けのオブジェクトのままである。これは、 MIPS のサイト同様に、コード変換技術を使って、自動的に i イテイニアム上に移行された。インテグリティノンストップは、HP の品揃えの中でも、最も大規模で高信頼性を求める顧客に、対応している製品である。OS は、ノンストップ OS と呼ばれるようになっており、JavaSupport、ビジュアルスタジオや Eclipse といった、開発環境の統合といった拡張がなされている。 ありがとうございます。